今は夕方です。今日はですね、神戸沖でメバリング&ロックフィッシュ、ソルティガレスラー吉田さんの、友達の船に乗せてもらいます。当然ソルティガレスラーも来てます。はい、頑張ります。さあ、試作の長い竿、長いでレベリングロッド、長いやつ、そして太いメバル用のワームを使ってジグヘッド、バルキースパテラの 1.8 やったかな、2インチやったかな、なんせそれぐらいのキュッとしたやつね。で、今は 1.5g のジグヘッドに装着しています。あの表面積を大きくすることで、そのどうだろう、水の引き抵抗、あとは水の攪拌ですね、それを期待して、デザインしてみた。今テトラ際に投げて、ジグヘッドをホールさせてます。よいしょ、でかいやつ来た。あった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 。青メバル、青メバル、今は黒メバル。やんな。うん。綺麗な青じゃねこれね。目ん玉がちっちゃいのと、ここが青いのが特徴。相変わらず漁師吉田ですね。ひどいよ。あっという間に。一瞬でこんだけで。最後、これ最後持って帰るの、リリースの？あの村上さんが持って帰れへんけど、僕持って帰る。あ、そうな、はい。了解。僕持って帰るのはちょっとだけ。さあ遊ぶぞ。選手に立って遊ぶ。テトラに投げて。みんな今日投げやね。今日は吉田さんの投げが投げの投げやったわ。そうですか。あんな投げちゃうやん、この間の。ちょっとダブダブでした、ね、でももっとひどい時でも行くんでしょ。まあまああれそうですね、 1.5 ぐらいは出ますね。あ、 1.5 やったら隣の船がちょっと消えるぐらい。ああね、あれは地獄、逃げ場がない。よし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 、よしよしよし、もっと後ろちゃう。おー、頭か、メバルか、メバルや。イエイイ、中竿&プロットのバルキースパテラで釣れました。はい、あー、うまそうに食っとんねこいつ。こんな感じです。これ昼の釣りやったら穂先見えるから全然いいけどな。おーおお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 お吉田さんがね、なんかメバルはもうちょっと太いのいいんじゃねってなって、じゃあ作りますって言って、ちょうどバルキスパテラを小さくして、まあバチゴン用にも含めてちょっと作ってみたんで、これでもメバル用やなってなったんで持ってきた。釣れる。まあね、はっきり言ってメバルって活性の高いところだとワームはね、そんなに変色しない。ただ変色するときにどうだろう、ちゃんと作り込みをしとかないと何でも釣れる時にしか釣れないワームになっちゃうんで、まあ、そこに、例えばリブのこだわりだとか、太いところと細いところのバランスだとかにあのちょっと神経を尖らして、デザインした。まあまあ自信あります。はい、まあ、完全に今のところおもちゃです。ただ長竿をね、曲げるの面白いんで、あのフェチの世界かけた時にさ、磯竿よ。磯竿めっちゃええ感じやけど、あの全然攻めれない。それをおーおー。
もうよし、了解了解。よいしょ、いいね。さあ次の遊びしようか言いながらもうちょっとやろう。足足足足足足、うおー外れてもうた。おーノー、これがね外れへんね、柔らかいから。ほらほらほら、全部いなせれるね。よいしょー、きたー、了解了解。バルキースパテラはいいね、はい、イエス。あれサビキワームってなんて名前にするんだっけ俺。あ、サビキ的や村上的ですか。サビキ的、もう忘れるもんな俺、なんか言ったよなみたいな。サビキ風やったけど何やったかなみたいな。サビキ的や、サビキコンセプトや。サビキ的でしょ、このまあこれは、フックが黒針ね、10番黒針を使ってるんだけど、ボディがもう針目いっぱいまでくるぐらいのボリュームで、テールの部分がまあ魚を刺そう、すごいペランペランです。まあ魚魚と一緒やね、ペランペラン。サビキ的、おお、サビキ的コーンってきたで、吸い込む当たりやわ。おお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 お、いいね、よっしゃあ、今日一サビキ的、はい、よっしゃ、乗した。レイジ、レイジ、レイジ、おお、新編、新編、よし、俺もプラグ使おうじゃお、新編来ましたね。じゃあ俺もせっかく持ってきたおもちゃ使おうでも新編ないんだな。いいの、楽しいですよ。よいしょ、よし、はい、アメミノ、これは SR シャローランナー。まあまあ泳ぐなこいつ。よし、お、そんな当たらへんぞ、すれお腹だお腹で食ってきてます今ね。本当にね、潮実はまだ悪いんですよ。ガンガン釣る時間帯じゃないんで、こう動くもあって興味持ってじゃれてる感じ、活性悪いと。よっしゃー、乗せたでー、乗せた、乗せたでー、よっしゃ、へでー、釣りました、お、釣らはった、さすがだね先生。どっちだ、どっちだ、アメミノじゃあ毎日泳いで、えっと、お、よし、お、小さいわでも、腹食うやつの活性いいですね。全部こういう食い方してください。おお、来た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 、食った食ってた。よし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 、こい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 、よいしょー、よっしゃー、待ってください、やったー、おー、はい、出ました、アメミのシェイクダウン。もうちょっと考えるところあります。釣れたよ、入れ食いです。どう、一匹スローに巻いたら IG なのね、そのギリギリのところというか、動くか動かんかぐらいのスピードで巻いてる時に来る。おっしゃー、おー、来た、今止めた瞬間に食った巻いてる時に食う言うてんのに止めた瞬間に食いよった。おしよ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 し、おー、了解じゃ、おっしゃー、来ましたね、よし、うん、いいね、ほら乗った、お、これはマシなサイズ、これはええサイズやで、ほら26個超えてんちゃうか、ほらでかいわ、おおでかい、
よっしゃー、でかい。楽しいですわ。もうでかいね。メバルばかりいるね。40までの味目雨ばかり。じゃあ次はこれね、リップがちょっとあるやつ、いわゆるミノータイプやね。 MR ボブンロール、優秀なミノーの出来上がりですね。よし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 、きた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 。おおおもろい。魚系？普通系。あ、よう引くな。28ハルしたんですか。いや、そんなにない。ガシラかも。ガシラきた。いや、でかミノーでガッチャン丸飲みやで。ほら、よし。そうか、こいつ先行進路があるからあれやな。下まで行ったやな。行きました。アメミノー MR。ほら、ガガシラ、ガー来た、ガー来た。アメミノでガー入ってへんねんけど。タケノコ？あ、ほんまや、タケノコや。タケノコやね。タケノコ。じゃあタケノコのターも入れてください。うん、アメガ。アメガタ。アメタ。アメガタミノや。ええな、アメガタミノや。そうや、ガーとター入れた。そうそうそう。アジメバルガシラタケノコや。大変や。じゃあアメペン行ってみよう。よし、行ってこい。余計丸飲みひどいな。もうボッコボッコです。おー、出た、トップで出た。バシャーだね。おほー、落ちました。おお、よし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 、バコーンって出たわ。トップ食うた。いいね。そう、まだ煮詰めてないけど、フィールドがいいんやろね。アメペン、アメミノ SR、 リップ短い方ね。うわ、はい、ワームちょっとも当たらへん。せやん、ほんま。それあれでしょ、プラグモードに手がなってるんでしょ、まだ。あの、多分ね、その満潮で、うん、上向いてんの、段の上におるやつが食いよんですよ。あ、上はワーム今攻めにくいから。なるほどね。駆け下がりんとこ狙ってるけど、あんまり当たらんすね。あーしゃ、ほんまやね。うん、段の上からにおるやつの方が食いいんで今。あしゃ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 、今やっぱりミノーの方がええかもしれない。おー、でかい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 、でかいぞ。でかい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 。うーん、今日一。おお、尺いったんちゃうんすか。ないっすか。分かんない。丸飲み。おお、見てこの丸飲み感。アメミの丸飲み、楽しい、嬉しい。そうこなくっちゃね。やっぱ作ったやつで釣れるの嬉しいね。投げて着水して水面で姿勢整えて巻くだけ。よっしゃー、入れ食いだー。うーん、あ、あかん、潜られる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 。あ、出てきた出てきた。ストラクチャーに潜られるとこやった。さっきほんまに潜られましたね。よし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 。うおー、これもでかい。よいしょー、でかい。どうするどうする、でかいでかい。はい、両家来ました。メバルごきげん。よっしゃ、だいたいやらなあかんことは分かった。今回の情報、なかなかためになりました。はい、プロトモデルの牧です。はい、釣れるのが分かったんで、今度はね、タックルをベイトタックルにしてみます。これのいいのは、超スローに巻いてもトラブルが少ない。
はい、それと、モノフィラの太めを使える、まあこれ5ポンドだいたいね 1.25 ぐらいですの投資ね。でまあペンシルやるときは、水面系のやつをやるときはちょっと沈んじゃうんであんまり有効ではないかもしれないですけど、ちょっとやってみたいと思います。でちなみにこれスティーズ、まあエアーなんですよね。これは淡水専用だから本来は海で使ってはダメです。何がダメかというと淡水でできるように、割とどうだろう、あのアルマイトの部分もしくは塗装の部分だとかを誰かな、簡易に作ってる、とにかく軽く軽量化させるため、いろんなものを施されているので、海で使うそのヘビーデューティーな部分があまりないです。はい、だから、まあ、使えないことはないんだけど絶対におすすめしないです。で僕の場合はねこれを使ってじゃあどこが、トラブルが起こるのかということを知っておきたい部分もあって使います。はい、だから、僕がこれを使ってるからといって、しない方がいいです。でもし使うならこれをあのアルファスにすると、アルファスのエアーにすると、海水ソルトね対応してるんで、そちらを使ってください。あーでもベイトでするとリトリーブ感で当たり取れるねこれ当たり取るというか当たり取った時は気持ちいいねって感じだね。当たりなんでも出たら取れるわねこんなだけど取り方が自分のどの感性に訴えるかだけやな。あー気持ちいいなこれ。よっしゃー、ダブルヒットじゃん。ダブルヒットー、こい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 、超小さい。やっぱ変色してるね、あのこの水深外みたいな。おっしゃーでかい、すごいちっちゃいわ、イエーイ超ちっちゃいです、イエーイ。とりあえずこいつは正解、はい、次の調校の時には、ウエイトをもうちょっと足していきます。まあまあ今回はこんな感じで、面白い釣りができました。両系メバル連発。